せーの、こいちゃんパラダイス。そんなありましたっけ？せーのとか。言ってなかったっけ？いや、あの、毎週来てる僕が止まるわけですから、大須賀は止まるわけです。いや、本当に作られたんかと思いました、そういうのが。なんか、ないほら、YouTuber の見てたら、なんかあるやん。確かに、そういうの考えても良さそうですね、はい、確かに一番若い感性を持ってるわけやから大須賀に考えてもらおう。せやな、考えて、大須賀いいの、ちょっと出ました。あ、出たやってみましょうか、ちょっと今の流行りも絡めてと言いますか。いいね、なるほどね、いいよ、うん、こいちゃんパラダイス。めちゃくちゃええやんけ。いいっすね。恋とかかってるんやね。そうです、ハートですね、これが。ああ、そういうことね。恋ちょっと金庫館ケンちゃんみたいになっちゃってますね。確かに。確かに、ね、金庫館ケンちゃんがようできてるってことやな。そうですね。オッケー、行くぞ。オッケー、やってみよう。せーの、こい。こい。こい。こい、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 こいちゃんパラダイス。こいちゃんパラダイス。はい、いただきました。これが、今回誰かが当たったら、今後採用していって、全員外れたらやめよう。そうしましょう。ゲーム悪いのね。それいいですね。ね、最近はずっと岩部と2人やったけど、大須賀がね、久しぶりに、はい、そうですね、お久しぶりの、そうやで、大須賀が絶好調のままにね、久しぶりやったから。ああ、そうか、すいません、そうやで、もう一度当てるか寸止めで外すかばっかりやったからね確かにね、そうやで、もう一度バチンといきたいです。限定の3歳戦ですから、まだちょっと力関係が分からん状態でのレースやから。そうですね、まあ、ジュベナイル組なのか、その他なのかですね、じゃあ今回はもう俺からいきましょうか、はい、私の本命馬は3番エルカスティージョから行かせていただきましょう。おーわー、一戦一勝の今回、まあ正直ね、はい、あの一戦一勝馬はまあ損なんですよ。はい、そうですね、あの相当な力がないと、だいたいやっぱ2勝馬って力が違うから、うん、もしくは1勝して、2走目でこのクラスで好走している馬を行くのが普通なんですけど、はい、今回はね、まあ、みんなも迷ったでしょうけど、うん、あの守護馬が入り乱れすぎ。確かに、今までの実績的に本当にグレードレースまで残る馬が何と出るか分からん。これでもな、走ってるもんな、エイシン光サンクとミッキーアイルサンクみたいな、はい、今年の注目は。そうですね、うん、ここのね力関係と、あと結構ね極端な客室の馬が多いから、はい、今回はもう牝馬で、うん、もう G1 レベルの馬が生まれているロードカナロア3区という意味でエルカスティージョから行きました。ほう、あとはね、そう、やっぱりね、まだねちょっと経験の浅い馬はね逃げ切りがちが多い中で、うん、はい、この馬一応後位抜け出しから勝ててるんで、刺して、はい、今回はね前がだいぶ混雑するであろうから、うんうん、逃げ切りがちじゃなくて一応抜け出して勝った馬、うん、でまあ枠もまあまあどこ入ったかなっていうところで、うん、エルカスティージョ450キロ台、馬格的にもまあね、大きくはないけど、ヒンバでいうと最近のヒンバちっちゃいからね、はい、安定感かな、ロードカナロア3区という意味が一番
強く出ている、エルダースティージョから専用はハンチなんでね、うんおうんうん、私はこのレースは結構荒れる古墳で行かせていただきます。いやー面白いな、うわめっちゃありそう、うわこれだからね、俺は最後にウィンファイブの買い目も出すけど、はいはい、金庫賞はもう2頭でええかなと思ってるけど、このレースはもう何頭勝っていいか分からんね。確かにこれはこれは難しいな、うん、ねえ。じゃあ次は久々の大須賀行きますか。大須賀行こう。はい、うん、いやー今の聞いたほんまにまた何で来たな。僕は、うんうん、すいません、8番ヨカヨカでいきます、うん、お、はい、やっぱり硬くなっちゃうんですけど、どう考えてもこの子も逃げ切るレースが多分ベストなんでしょうけど、うん、はい、ファンタジーでちょっと出遅れて、うん、まあ後位から行って、まあ、負けてしまったんですけど、そんなに崩れないレースしてたんで、うん、小池さんが言ってた通り自在が効く馬がいいだろうなっていうのをやっぱり特にこのレースは発揮できそうなんで、まあね、よかよかですかね。予想してるところがちょっと信頼できるよな、うん、そうですね、阪神結局ジュベナイル組かっていうなんか第6巻じゃないですけど、うん、そんな感じにもなるんかな。7番のポールネイロンをちょっと狙ってたんですけど、うん、桔梗ステークスレコードで勝ってて、うん、でその後阪神ジュベナイルで18着、うん、この18着が、まあ、何かしらの、なんか合わなかったのかなって思ったんですけど、この桔梗ステークス2着のフラリオーナも、うん、かなりケツの方でゴールしてたので、うん、ああ、うん、このレース自体がやっぱりちょっと、うん、レベル的にだいぶ下がったのかなというのを感じると、うん、やっぱ今は阪神ジュベナイルの上位組かなり信頼できるんかなと思いました。俺はなんか大須賀よかよか言ったけど、俺もな、はい、ポールネイロンは迷って、はいはいはい、ねえ、そうですよね、また多分土曜雨降るから。そうですね、オルフェーヴル産駒はね、馬鹿く小さい牝馬でもダートも走るぐらいパワフルやから、うん、ただ逃げ切り勝ちしかしてないっていうところが大須賀も多分同じ気になったところかもしれんし、はいはい、ね、うん、それでも一発ありそうな感じもする今ではあるよな、お父さんもそうね、まあ、はい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 、これは難しい、そうですね、うん、よかよかね、うん、また4番枠でね、よかよかってもうなんか4的な感じがして怖いよね。あー確かに、逆にそっか、4を2回よかよかで言って8ですからね、4、4、8、よかよか8で、またみゆきジョッキーはもう運動神経抜群のムキムキで、喧嘩やったら立冬で一番強いんちゃうかって言われてるジョッキーやからな、はい、よかよか それいいんじゃないですか。それマイナスですか。喧嘩強いプラスですよね。俺はだからみゆきジョッキーと同い年やからな、はい、あーそうなんですか。そうやで、まあでもそれを言い出すともう全員ムキムキですけどね。違うで、はい、全員じゃないで、まあ、ここには出てないけど、福永祐一は結構ブヨブヨやで。あ、そうなんすか。そうや、そこが彼のすごいところで。あ、重いっすか。いや、筋にマッチョ系ジョッキーと筋力イラン系ジョッキーがいるからね。あー、ちょっと柔軟なタイプの人と。そう、だから今の扱い方と、あと川田優雅に関しては筋トレ全くしてないのに、レースで勝手にムキムキになって、彼もムキムキやから、ねえ、いや、ほんまカチコチですよね、腕なんかほんまに。でもどっちもすごいやん。そうですね、はいはいはい、だから
ほんまにあのラオウとトキ、ジュウとゴウ、あー、うん、だからやっぱどっちのパターンもすごい、確かに、うんうん、豊さんもだってムキムキタイプではないからな、そうですね、うんうん、確かにそのブヨブヨがいるのは初めて聞きましたけど、ブヨブヨやで、そう、まあ、あ、そうなんですね、でも俺らが思ってるブヨブヨではない、まあな、絶対にアスリートやからな、あ、違いました、そうですね、あ、うん、あ、大塚タイプはいない、あ、いませんか、あぐらで足しびれるとか、あぐらで足しびれるジョッキーは意外と全員かもしれんな全員いや、あれはしんどいですよね、ほんまに、あれは試練やからなじゃあメイン連勝なるか、岩部いきますか、最後は、そうですね、いきましょうか、うん、私はですね、実は、うん、7番のポールネール、うわー、もう全員気になったんや、この馬結局、いや、さっきからちらほら名前出てるけど選べへんって、いや選べへんのかいっていうのをずっと2回思ってましたけれども、これはだからほんまに全員が無視できひん、やはり厩舎やしな、そうですね、完璧に仕上げてくる厩舎やしな、はい、まあ言っても、まあ1004、2002勝で、ジュベナイルで200伸ばしで、うん、ジュベナイルは控える形でというのだったんですけれども、やっぱりレース終わり、ね、何回もレース見ると、まあ、直線でもビタッと止まってるし、うん、で、控える形というのがもう全く手に合ってなかったなというので、今一度距離200、うん、短縮の1004戻し でここは俺ビタッとちょっと今回逃げてほしいなと思います。そして、まあ、ジュベナイルも2番手にはつけてはいたんですけども、道中ずっと挟まれる感じで3頭合わせの真ん中みたいな感じで、まあポールネーロの競馬が全くできていなかったのかなと、で今一度ここで距離短縮で見直せるのかなと思います。そしてケツからねズドンと、ね、抜けてくるようなジュベナイルの時のような競馬にはここはならないのかなと、今回メンバー見て、下手すりゃズルズル前で決まってもおかしくないのかなと、で今日の雨で土曜日がどういう馬場になるのか分かんないですけども、後ろがちょっともたつくようであれば、俺はもう前前の二頭軸でそう流していっても面白いのかなと思い、うん、私ポールネーロンで行かせてもらいます。確かにババアむちゃくちゃに なる可能性もありますもんね。ねえ、土曜の雨、明日も雨ですもんね、ずっと。そう、日曜が降らなくても、うん、神は残ってるわな、思いは。そうですね、あ、うん、いや結局ポールネイロンに全1回頭いってるレースだね。そうですね。いや、ここはちょっと不気味ですよ。この18着は僕は俺、度外視していいと思います。何や、さっきから、お前らも馬のこと、2人ともこの子。この子です。言ってましたか。そう。大塚も言ってた。無意識でした。この子って。あれ、小井さんも言ってませんでしたっけ。俺はあれやね、あんまりこの子って言わへん。この子なんて言うんですか、小井さん。俺は、この馬っていう。あ、馬、あ、この子っていうのは、はい、あの川田優雅か細江純子の言い方やけどな。そうなんだ。いや、でも僕がこの子っていうのは3歳までです。え、じゃあ4歳になったらどうなる。4歳になると彼女になります。ああ、なるほど。あ、はい、彼はっていう。これもまた最後にクイーン5回目出しておきますんで、さあ、いいな。今回でもちょっと岩部大塚が入ったことによってちょっと気になる馬が増えてしまったな。確かにね、やっぱ人数増えるとそれなりにね、いろんな意見もありますから、ま、このチャンネルでね、
大須賀が一番実績あるからな今んとこそんなことそんなことないじゃないですか。いやいやほんまにあの出演回数は少ないけど、うん、はい、大須賀のあの外れたとしてもバッチリ来てるからね。言われないけど、ああそうですよね、打率がすごいですね。あとはなんかほんまね2人とも気をつけてほしい買い方な。買い方 ね、 そうですね、ほんま買い方、買い方ミスらんようにせんとあかん、そこだけや。じゃあとりあえず、配信はこれぐらいにして、はい、明日の、だいたい俺はちなみにですけど私は3月22日に鼻の手術をしますんで。え、鼻の、うん、もう鼻炎と副鼻腔炎が症状がひどいから、ああ、このチャンネル見ててよう見てる人は分かるけど、俺がこう鼻こすってんの、はいはいはい、はい、まあね、あの水っぱながもうずっと出てる状態なんで、3人で鼻手術して、おそらく手術後に、感想を配信しますんで、また感想どんなの感想の配信で、多分もう手術して腫れて鼻に綿詰めてマスクしてる状態ですけど、うわで、おもろい顔やったらちょっとマスク取りますんで、またうわいいですね、見たい方はぜひですね、うん。